メタルクーラーとね、悟空がめっちゃ欲しくてやってきた。まずは1回目パカリンコロリンと見てくれ、一発で狙いの悟空ゲットコーリーでこの抹茶悟空がね欲しかったんだよね。すげえよこの筋肉見て、この盛り上がり、マッチョ悟空。あとねこの戦闘服スタイルもすげえ好きなんだよね。まさかねこれの UDM バーストがあったなんて超ラッキーで、ラインナップを見るとザン、ゴテンクスが表紙。いやー超かっけえな。まあゴテンクスも欲しかったんだけど、一番は悟空と、うん、メタルクーラー。いやーいいねー、このマッチョ悟空、肩見て、このブロリー並みじゃねえか、素晴らしい筋肉だ。でゴテンクススーパーサイジン3で、このベジータ、これも欲しかったんだよね。まあ同じ造形のやつ、同じ形のやつ持ってるんだけど、ちょっとねカラーが違うんだよね。だからこれも欲しくて狙ってた。でベビーもね、これ色違うんだよな、別カラーのやつ。俺の持ってるやつは違う色のやつで、これ新しいからさ、これもゲットしたくて回した。で一番の狙い、メタルクーラービッグ系でさ、これ欲しかったんだ、これ持ってないから、初、これはもう本当の初だったの。で1回目は悟空ね、で2回目やって、なんとね、いや調子良かったんだよマジで。めちゃめちゃパカリスコロリス見てくれ、ベビーザン、このベビーの色、あ絶対違うわ、俺の持ってるやつピンクベースなんだよな、ピンクのカラーが強い。今度今持ってる UDM バーストっていう動画で全部レビューしようかな、結構あるんだよね。悟空とベビー来ましたと。そしてパカリスコロリス、悟空かぶったんだよねかぶったらやめるっていうねルールが一応ね、ガチャ彼女に決められてんだけど、かぶったらやめろと、お前再現なくやるから。でもねちょっとこっそり、うん、まあ正直ね、正直かぶっちゃったんだけど、こっそりやろうと。そしてなんとやった結果、ベジータベータ M 字ハゲ王子ゲット降臨です。いやーいいな、やっぱね色違うな、これ俺の持ってるやつと色が違うわ。ベジータこっちの方が色明るいな、で俺の持ってるやつ青がもっとなんだろう、テカテカしてるっていうか濃いのかな。うん、今度比べてみるか、出して飾ってんだよねショーケースに。でもう一回やった結果ね、もうメタルクーラーがマジで欲しくて、パカリスベジータベータ M ジャガ王子ダブルベジータ。あでもねベジータは大好きだから全然被って OK なんだよね、3だし、3のベジータ。でただこれよ、最後ということは、最後ということも出るまでやるしかないからね、欲しいの。メタルクーラービッグ系でさ、きたー、めっちゃ欲しかったんだよメタルクーラー、やっとゲットできたよ、超かっこいいよね。もう袋に入ってる時点でクオリティ高いのがわかる。じゃあちょっと全部出して見てみようか。うわーすごいねやっぱこのシリーズクオリティ、まず筋肉のさ感じ、盛り上がってる感じ素晴らしくない？あとペイントの綺麗さ、そしてこの表情ね、わ素晴らしいなこの、待ってほくろついてね、ちょっと待ってほくろついてね、これほくろついとる、ドゥ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 、悟空のわかる、眉間にほくろついてる、ゴミじゃねえ、ピント飛んじゃったんだわ。あでももう一個あるから大丈夫大丈夫、うん、かぶりもあるし、これレアでしょ、ほくろの鬼太郎バージョンに続き、ほくろの悟空前あったしね、ほくろの鬼太郎懐かしいな。耳のさ細かさもすごいよね。そしてなんといってもこのシリーズ俺一番すげえなと思うのが髪の毛、まあ血出るんだけど思いっきりこう、危ない危ない、すげえ尖ってて痛いんだよね、ちょっとこう触るだけでもすげえ痛いから危ないんだけど、この髪の毛の感じは素晴らしいの、見てもう素晴らしい、これちょっとクリアかな、これちょっと光ってる感じになって、まあちょっとクリアっていう、これクリアになってる、でもなんかクリアになってそうな、濃いクリアかな、ほらちょっと先っぽクリアになってるの分かるかな、こんな感じクリアになってて、トゲトゲのこのクオリティの髪の毛、うわーいいなー、これで200円。前にさたくみくんがプレゼントしてくれたこのガチャのシリーズ、あやべカード出ちゃった、このガチャのシリーズも200円なんだけど、大きさがね全然違うんだよね、すげえでかいなこれ見て、特に16号はすごいでかいんだけど、こんなに大きさが違うのに同じ値段でもさ、それぐらいのクオリティあるよね、髪の毛の感じとかこの表情とかペイントの綺麗さ、まあ、こっちもペイント綺麗なんだけど、同じぐらいの値段はうんあってもいいと思うんだよね。この髪の毛の感じで同じ200円、大きさでね、この大きさで200円だったらかなりやばいと思うけど、まあこれぐらいのクオリティで200円だったらまあ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 うんいいんじゃないかなと思うわ。全然さ大きさ違うんだもん、ほら見て、これで同じ値段って納得いかなかったんだけど、よく見ればクオリティが高いから、その分ねうん全然いいんじゃないかなと最近思い始めてきたんだよね。早くねこのシリーズも出してほしいんだよね、新しいの、こんぐらいでかいので200円でブロリー200円じゃねえないかな、これで、ね、もうこの大きさで出てほしいんだけどね。でもこの
髪の毛のクオリティ、ほら見て、このクオリティ、髪の。すごくない？この髪の毛のクオリティで、あの大きさで出すんだったら、絶対400円ぐらいいくよね、多分ね。あの500円ガチャ、ここにあるゴジータ、これ500円なんだけど、これ、髪の毛がね、こんな感じなんだよ。まあ、これよりも綺麗なんだけど、だからこれぐらいで、ね、これぐらいの大きさだったら300円ぐらいかな。あ、400円いくか。うん、でもっと決めると500円あれぐらいのクオリティにいくんじゃねえかなと。いやでもすごいよねこれ、ちっちゃくてもさこのクオリティ、しかもお手軽にさつけれんじゃん、カバンとかにこうやってカチッと、まあつけないけど俺はね、俺はつけないで飾るんだけど、このチェーン取って台座にカチッてつけて飾るんだけど、いや表情もいいんだよな、ペイントも綺麗、まあたまにほくろついてるやつとかもあるけど。でベビー、このベビー全然色違うわ、ちょっとダークな感じになってる。前のやつに比べてみると、ダークベビー、ダークベビー、闇のベビーみたいな感じになってるね。うん、あの、ポーズは同じ、造形は同じだと思う。同じだよな、これ。そう、同じ、あの、見比べてみないと分かんないんだけど、同じだと思うな。これもペイント綺麗なんだよな。あと、エフェクト。このエフェクト部分が素晴らしいよね。プニプニしてて気持ちいいし、あんまり触ると取れちゃうんだ。俺何回も壊したからな、これ。こういうやつ。でも気持ちいいな、俺プニラーだからさ、このプニラーでありモフラーである俺にはね、まあモフモフはしないんだけど、これプニプニしてるもんに弱いんだ。で最後ラストワン、これをねみんなに見てほしかった、これをねぜひみんなで見たかった、メタルクーラーザント氷、うわーこれが欲しかったんだよ、俺の大好きなメタルクーラー。まあこれは色がね少ないから、なんだろう、あのカラフルな感じではないんだけど、ペイント綺麗だよね、これもこのね表情の部分、目の部分とかもすごい綺麗だし、あーいいなこの表情ね、あの絶望感が出てくるね、バン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 、たくさんさ見上げたらたくさんメタルクーラーがいたという、あのベジータと悟空の絶望感伝わってくるよな。あと造形もいいんだよね、ほらこのポーズ素晴らしいな、このシリーズありがとうございます、メタルクーラー来てくれてありがとう。ということで今回はメタルクーラー出るまでガチャってきた回でしたと。あと悟空、この悟空がね早い段階で来たし、1個かぶったから最高だったわ、最高の展開ありがとう。いやかっこいいよねこの悟空ね、ほんとめっちゃマッチョ、すげえ、ザン、いいね。メタルクーラーと悟空の戦い、上半身分しかないんだよね16号の。すげえでかいよな、そう考えるとめっちゃでかい、これで200円だもんね、欲しいな、また出ないかな、最終形態のクーラー欲しいわ。で最終形態のクーラーの、なんだろう、ありえないシリーズとかでメタル最終形態クーラー欲しい、こんぐらいの大きさの欲しいね、出ないかな。あとセリパもスーパーっていうかさ、 UDM バーストセリパ出ないのかな、セリパ、セリパすっげえ欲しいんだけどな、このクオリティだと俺セリパほんと10個以上ゲットするまでやるわセリパ10個楽しみに待っていよう。